的のコツ、基本みんなはどうだろうな。でも大体は予想してると思いますよ。大体はね。一番最初はさ、もう簡単でしょ。降りてるとこを見渡してさ、とりあえず今揺れたパワーに2人降りたから、とりあえずこの辺全部今ここは漁り終わったら、ミルタパワー、まあ、ソロの場合だったらお見合いしてるんだろうなとか想像して、ミルタパワーでお見合いするとなったら絶対このでっかいとこだろうなみたいな当たりつけていくじゃないですか。割と何の予想もせずにっていうか、予想外のところにいたらやっぱり反応できないっていうか、策的は落ちると思いますよ。大体なんか当たりつけてその周辺見てるんで、多分みんな。ミルタパワーあさり終わってこっち来るとしたら、ミルタパワーあさり終わってそしたらどこ行くかなとかって想像して、こっちとかさ、なんかこの辺とかじゃん、車探したりとか。だからその辺のポイントをなんか最初見るけど、予想外のところにいたら反応できないね。あとはなんか基本マップ見渡した時になんか動いてるのって敵くらいじゃないですか。あとまあ草がちょっと揺れてたりとか、あとゴミ待ってたりとかですけど、大体はなんかこう全体見てさ、なんか動いてるなってところに集中してみる感じなんで、最初は多分結構全体見てると思いますよ。あの間違い探しと同じ要領ですよ。全体見てなんか2枚のちょっと違和感あるところを重点に見るみたいな、なんていうんですかそれ、動体視力っていうんですか。だから サノックとかは割と全体見てるかな、多分。難しいから。あとなんかサノックはまあ大体木が多いから木の根元とかよく見てるね。うん。あとなんか稜線の切れ目っていうのかな、だからもうなんか伏せられてたら分かんないね、サノックの場合は。エランゲルの場合はそんなに家屋とか多くないから、なんか大体家屋とか見てるけど大体伏せてないじゃん、そんなに。伏せてても結構分かるじゃん。いるよいるよ、俺っすよ。ちょうど言った通りじゃないですか。でもこれもう一人いたんで、この人は倒したのかどうかわかんないけどね、見てないわそこまでキルログは。俺がスクリームとかだったらね、スクリームとか大会だったら大体もうランドマークが決まってて、記録であそこのチーム死んだじゃんとかなると思うけど、俺は分かんないからね。あでもいたなこっちに、見た今、ほら
これこっちじゃないですか多分。違うの。どこに行くつもりだったんだろう。初動はこれでしょ絶対。プロのシャチもどこに降りてるか見て、自分の漁った時間と見て相手どれくらいムーブしてるかなって予想つけて移動するのと、こっから先はもうプロもあれでしょ、高台取って一つ一つ刻んでって、もう目視でいないかどうか確認してっていうやつじゃない。ドア開いてるのかとか、家の近くに車ないあるのかないのかとかじゃないかな。ここからはもう無理でしょ。車がないんだけど。オーバー落ちって大変だなってどういうこと。オーバー落ちの話だった。俺は人類補完計画の話してた、もしかして。僕はプロゲーマーではないんだよね。はい、てか別にプロじゃないと思ってるんですけど、ただ単のストリーマーなんで。なんかプロストリーマーとかって言われるけど、プロのストリーマーって一体何なのって話なんだけど。プロ岩手。なんかプロっていう言葉の安売り感あんま好きじゃないんですよね、個人的には。なんか道路に敵いる。やっほー、川だったらやだわ。あの味方エロい。え、ラグってない？ここであえて車を外して右に広がる。見られた、見られてない。バレてないかも。ああマジか、アタッチメントついてねえからブレるな。標的持ってないのか俺。彼も逃げてんじゃん。
サムグリップいや微妙だな。割られてないよね車。優しいやつだなあいつ。好き。なんかプリズンの上でも落としてたんだなこの辺で。こういうのが予想外ってやつですよね。はい。結構 VSS って聞こえないんだね。うん、結構近かったけどな。あそこまで近づかないと音聞こえないか。あれはさすがに近すぎるから音の定位とか音とか聞こえたけど、あれもう少し離れてたら分かんなかっただろうな割と。そうかな、別にいつも通りの強さだと思ってたの。こんなもんじゃないですか。あとあれかもしんないですね、今セールやってるからもしかしたら初心者の人が増えてるかもしんないです。いいことだ、いいことじゃないですか。なんだっけ 50% オフだったっけ。今パブジー 50% オフです、サマーセール。皆さんどうぞ、間違い探し得意な方はぜひ。 FPS が苦手な人でも先に索敵できれば勝てます。どんな人でも勝てると思います。この辺で今戦闘終わったんかな、ジープ走ってたの見えたけど。わーお、え、いいんですかこんなもの。ちょっとちょっと、使わせていただきます。じゃあいいの？抜いちゃうよ頭。これいっぱい来るんじゃない？これもしかしたら来ないかな。なんか撃ってんの？こっかな？終わったね。あされ。
やばい、レッドゾーン来た。やばい、死ぬ死ぬ。なんか4件とかの方に寄りそうな気もするな。俺前この端っこでも当たったからな。しかも一発目でレッドゾーン。できる。やばーい。危ない、よかった、神で。助かった。めっちゃ当てられたんだけど、最初からヘッド当てられたから、多分初段から。車はないのか。バイク隠してる。やるね彼。一旦この防具で行って、出るときに神秘に変えていこう。寄ってるし、神かよ。歩こう。あ、結構落ちるな。昔割とこのくらいの距離でもなんかヘッドに行ってた気がするんだけどな。雑魚くなっちまったな、高橋。雑魚になっちまったようだな。
漏れた。漏れちゃった、ついに。どうすっかなこれ。塔で言ったような、いいような気もするけど。これちっちゃい声でしょ？バイクだろ？どうすんべ。徒歩の方がいいんじゃないか？割と近いからな。ケツ見てから行った方が良さげな気がする。徒歩で。行くか。でもやり合ってるし。なんもねえけど、この辺撃たれたら終わるな。やべえ、やっぱバイクで来た方がよかったかも。何もなさすぎてやべえ。何もなさすぎてやべえ、どうしよう。 これいるよな、目の前の乾く。これ右回るしかないな。これとどこでやり合ってたんだ？
あったぞ。さあ、歩幅でいけるかな。車欲しいな。Maybe。な、こういうことなんだよね。残り3人になったらお互いグレで爆発してください。決戦を演じてください。やらせだろ。